もう生活の一番中心にあるのが私の場合は瞑想的な時間で、頭が空っぽになって夢中で、みんなが豊かになる世の中を実現するしたい。そして第1位は、こんにちは、エレナです。2021年ももうすぐ終わりとなりますが、皆さんの1年はどんな1年だったでしょうか。今日はですね、この動画で、私の2021年で起こった、出来事の中で印象的だった5つを紹介したいと思うんですけれども、まあ、私自身この1年で毎年そうなんですけれども、1年で本当に変化しますよね。でその中でも自分がなんかハマったこととか変化したこと、印象に残ったことをお届けしたいと思いますので、最後までお付き合いください。さて、まずじゃあ5位は、はい、和の心ですね。はい、これはどういうことかというと、今私は葉山という海辺に住んでいるんですけれども、ちょうど一昨年の年末ぐらいからですね、箱根にお家を買いまして、というか、土地を買って家を建てたんですけれども、まあそれは家というか、みんなでも使えるようなリトリート施設みたいな感じにしたいなと思って、建設をしてたわけなんですけれども、まあ、今年は結構箱根のお家にも通って、でその箱根のお家っていうのがもう和テイストなんですよね。温泉をついてつけたりとか、もう本当に全部和な作りにしてですね、本当に和モダンにこだわった空間だったんですけれども、まあ、そんな箱根のお家の建設にあたって、2021年は結構その和のことにたくさん注目した1年でした。その中でもテラリトリートといって、京都のお寺とか、奈良のお寺を貸し切りにしてリトリートのイベントを行ったっていうのはすごい私の中で印象深いです。年を重ねるごとに、もう神社とかお寺とか本当に日本の文化とかすごく大好きで、これはこれからもすごく深めていきたいですし、いずれこう海外に向けても発信していきたいなと思っている分野です。はい、そして4位の発表です。はい、4位は、スキンダイビングに大ハマりしたことです。はい、スキンダイビングっていうのは、簡単に言うと素潜りですね。スキューバダイビングっていうのはこう酸素のタンク背負ってこうね、なんか酸素ボンベ、酸素吸ってっていう感じなんですけど、本当に私がやってるのはもうまんま身一つで、シュノーケルのマスクとかはしたりもするんですけど、もう途中からは私はもうゴーグルだけでこのシュノーケルのマスクも外して、本当に海に潜って魚たちとこう泳いで、海と一体化するっていう、まさにイメージはこうアリエルになったようなつもりで海の中を泳ぐことに本当にハマりました。沖縄も何度も行ったし、座間味とか宮古島も行ったし、なんでそもそもスキンダイビングにハマったかというと、私がその葉山の中で引っ越しをしたのが3年前ぐらいだったかな。で今のエリアっていうのはダイビングスポットですごい有名な場所なんですね。で家の裏が本当に徒歩30秒ですごい綺麗な海で、熱帯魚みたいな魚もたくさん見れる場所だったので、それがきっかけでハマったんですけれども、うちのスタッフももともとスキンダイビングの選手だったりしたこともあって、すごくいいよっていうのを聞いていて、で私の場合瞑想がすごい苦手なんですけれども、潜っている時っていうのは動的瞑想、本当に瞑想的な時間で、頭が空っぽになって夢中でこう綺麗な海をこうもっと綺麗な世界を見たいっていう、本当に子供のようななんかね、夢中になって何かをするっていう感覚が本当になんかね、忘れられない体験で、今ちょっと冬なんでお休みしてるんですけど、また春ぐらいからですね、春から秋は、来年もたくさん潜りたいと思います。もう本当に素敵な趣味を見つけたなという感じです。
はい、そして、第3位の発表です。はい、リトリートを毎月したということです。リトリートっていうのは、まあ、これは趣味と仕事両方兼ねてるっていう感じなんですけれども、まあ、リトリートっていうものはある一時期日常とは別の非日常な空間に出かけたりして、こう自分を見つめたりとか身体を休めたりとかリフレッシュとリラックスをするような、まあ、そういう特別な時間なんですけれども、私はリトリートっていうのは、まあ、海外は結構ね欧米では有名で日本ではあんまり知られてなかったんですけれども、若い頃から結構海外のリトリートとかに参加をしていて、まあ、こういう文化がもっと日本でも広まったらいいなって思って、まあ3年前かな、セルフリトリートという言葉を、まあ、造語なんですけれども作って、自分で行うリトリートの勧めみたいな本を書いたのをきっかけに、もうリトリートの分野でもうなんかマスターになるっていう風に自分の中で決めてですね、去年はもうとにかく日本全国、まあ、毎月というか月2回ぐらいですね、リトリートツアーを開催して、まあ、たくさんの方をこう現地に連れて行って自然の中で心と体を解放して自分を見つめる時間をみんなで作るようなことをたくさんやりました。だからね、本当はリトリートって休むものなんですけれども、私の場合リトリートをすることが仕事なので、リトリートで忙しい1年でした。はい、でもね、これは来年 もう引き続き私のライフワークと、仕事になっていくと思います。はい、そして第2位の発表です。はい、第2位はですね、老犬の、まあ、うちシニア犬が、4匹いたんですけれども、そのうちの、1匹をお見送りをしてですね、年明け1月29日でした。そして、今度は8月の下旬ですね、保護犬を迎えるということをしまして、まあ、本当にこの1年今まで以上にその愛犬たちとの時間を取れましたし、まあ、これからもまだまだ、3匹はね老犬なんで、もう15歳とかなんですけど、すごくまだ元気なので、これからもちゃんとその子たちをねお見送りするまで一緒に穏やかな愛あふれるこう時間を過ごしたいなっていうふうに思ってるんですけれども、もう本当に一つの命のお見送りと新しい命を迎えたということが、私の中では本当にもう生活の一番もう身近にあるというか、一番中心にあるのが私の場合は犬たちの生活なので、本当にそこを、コミットした1年だったなと思います。実際にワンワンクリーン隊というワンちゃんたちを連れたビーチクリーン活動とか、あとは、そのクリーン活動の後にですね、まあ、保護犬のお話し会とか、まあ、多くの方にその保護犬の存在、まあ、保護猫もそうですし、まあ、全般的に言うと、まあ、動物福祉の分野ですね、まあ、このあたりについても自分自身がたくさん、まあ、勉強して発信をした分野でもあります。まあ、そんなところが2番目なんですけれども、次のちょっと1位ですね、ここにも通ずるところがあると思います。そして第1位は自分の生活やビジネスにおける選択の基準がエシカルであるかどうかということに変わってきたということです。まあ、具体的にエシカルというのは、自分の中では、まあ、人や動物や、まあ、地球に全てにこう優しい暮らし方生き方というところで、今までも、まあ、健康心と体の健康のジャンルだったりとか女性の生き方だったりとか、まあ、そういった分野の啓蒙活動を仕事を通してもうライフワークでもしてきたつもりだったんですけれども、なんかそれがもっともっと広い範囲での豊かさとか、まあ、地球規模でのなんかもっと世の中を良くしたいなっていう思いがですね、まあ、今起業して17年になるんですけれども、年々なんかどんどんそういう壮大なところに向かっていって、でもじゃあ今自分が何ができるかって言った時に、まあ、私の得意なことを生かすっていう意味では、まあ、もちろん自分自身が生活でそういったことを意識するのもそうなんですけれども、
まあ、発信っていう人に何かを伝えたり教えたり、まあ、そういう場を提供したりっていうことが私はすごく得意なので、まあ、そういったジャンルをたくさん自分が勉強しましたし、やっぱり勉強する中で、うん、今年の後半ですね、あのお肉が食べられなくなった、お肉を食べることをやめると、あの決意したことだったりとか、あの生活における今まで使ってたものとかっていうのも、例えばそうですね、動物性のものをもう買わないように、それは食事だけじゃなくて、まあ、衣服とかっていうのもそうなんですけれども、その人だけではなくて動物とかその環境とか、大きいレベルでのみんなが豊かになる世の中を実現するしたいって思って、まあ、そういった活動や発信をしています、するようになりました。で、今度そこからいろんな方とつながったご縁とかっていうのも、今までの自分のその人生の中ではすごく新鮮なあの人たちとの出会いだったりとか、あとはそういうさまざまな活動をされている方たちの講演会をプロデュースすることも、自分の、まあ、これはビジネスではなく本当にライフワークとしてですね、あのなりましたし、じゃあ、そこで、まあ、得た利益っていうのをじゃあ還元するっていうことで、今沖縄にサンゴ畑を始めたりとか、はい、あとはまあ今保護馬の施設のサポートなんかをしだしたりとか、まあ、こういったことも全部そのエシカル TV という今年から始めたそのエシカルの分野の発信で、いろんな方たちを取材する中でひらめいたアイディアだったりとか、いろんなご縁だったりがつながって、今さまざまなサポート事業というかことをしています。まあ、その流れでですね、来年はちょっと保護犬の施設を、まあ、自社で運営をしたいなっていうふうに思っているんですけれども、まあ、昔は女性の自立とかあの生き方みたいな分野をずっと啓蒙してきたけど、なんかそれがもっともっとそのエシカルとか環境にもうシフトしていった1年で、それはなんか私の中で今年のマイブームとかではなくて、もうそういったところに自分があの足を踏み入れてしまったらというか、まあ、今まで知らなかったことをいろいろ知ってしまったら、今までの選択ができなくなった部分もあってですね、多分今年はこれまでのこれからの人生の大きな変化の年だったのではないかなと思っています。なので、今年も弊社はどんどんそういったエシカルのジャンルに、舵を切り出してますけれども、来年はさらにですね、そういった分野の、事業や発信も多くなるんじゃないかなと思っています。はい、という感じでですね、私の2021年の振り返りでしたが、ぜひ皆様も、自分の2021年に起こった出来事のベスト5とかを書いてみたりすると、あの自分自身をこう俯瞰できて整理してですね、また来年どんな年にしようかっていう風に、自分ミーティングができると思いますので、ぜひやってみてください。それでは、素敵な年末年始をお迎えください。ありがとうございました。